この後時刻20時からはウェザーニュースライブムーンが始まります。では早速担当のキャスターさんお呼びしていきましょう。ムーンの担当は檜山沙耶キャスターです。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します。今夜から明日のお天気、週間のお天気を確認していきましょう。冬の音クイズもあるということで楽しみですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ムーンの時間でも冬の音クイズがあるということなんですが、はい、ですイブニングの時間を私も行いまして、はい、すごい楽しかったです。楽しかったですか？どんな音があったんですか？あのぜひさやさんにも当てていただきたい音がありまして。何ですか？一度目をつぶって聞いてみてください。わかりました。何だろう？どういう系だろう？ノーヒントですか？ノーヒントです。正解しましたか、リエナちゃんは？私は外してしまいました。じゃあ難しいですね。どうなんだろう。はい、リポート出ますでしょうか。シャカシャカしてる。あ、わかった。わかりました。わかんないかも。なんかカラカラ音しません？そうなんですよ。でもメインとしてはこのシュ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 シャカシャカシャカっていうのがヒントになるみたい。私最初リンゴのすりおろしかと思ったんですけど、はい、でもなんかカチャカチャカチャって音がするので違うのかなと思って。いいですか？顔隠さなくてもよかったみたいです。顔隠してました、ずっと。私も出ちゃうのかなと思ったら音だけ出してくれてました。なんだろう、なんだろう。難しいですよね、はい、食べ物じゃない。食べ物ヒント教えてほしい。私は大根おろしかなと思ったんですけど、ね、そういう音だと思いますよね。違ったんです。何ですか？はい、正解は、はい、こちら。わかんないよ。こんなのわかんないよ。これ何ですか？圧力鍋だったんです。いや無理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 。想像もできない。でもあのコメントの方で圧力鍋、はい、って来て。本当ですか？そうなんです。あれもらっしゃった方がいて、はい、でも私の直感的に大根おろしだったので、ね、なんか食べ物をすり減らす音に聞こえますよ ね。まさかこんなちょっとね、なんか、かわいい圧力鍋の音だったんですか。こんな音だとは私も思いもよらず、ね、圧力鍋持ってますか？いや、一人暮らしには持ってなかったです。私も持ってなくて、はい、じゃあ持ってた人には分かったのかもしれないですね。いやでもこんな音が、はい、こうキッチンで鳴るんだっていう発見にもなって、外したんですけど、うんうん、とっても楽しかったんですよ ね。冬の音よりこう使いたくなりますもんね、鍋はね。そうですよね、うん、冬の音ということでリポートをいただいておりましたので、はい、まさしくお鍋ということで冬らしい音ではありました。、はい、ムーンの時間帯22時からですね。そうです、うん、あ、20時から、あ、失礼しました。冬の音クイズは、そうですね、冬の音クイズは22時からです。失礼しました。失礼しました。すごい教えてくださったんですね。とんでもないです。そうですね、あ、ちゃんと予定時間が組み込まれていたんですね。組み込まれておりました。そうだったんですね。この後20時からの番組、冬の音クイズは22時からと、はい、そうです、22時からの放送となりますので、はい、お楽しみください。はい、ぜひどんな音なのかね。そうですね、考えていただきたい。聞いてください。そして日本海側のエリアですと、この後も雨や雪の降る心配がありまして、明日にかけてもそういった傾向となりますので、詳しく見ていきましょう。ぜひクイズもお楽しみにとっていただきながら、20時からも最新の気象情報、ぜひムーンの方でご確認ください。この後さやさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここまで約3時間イブニングお送りしていきました。ぜひこの後も暖かくして素敵な夜をお過ごしください。